祈りいたします恵み深い天の父様あなたの皆を賛美いたしますこれから御言葉を取り継がせていただきますどうぞ今日の御言葉も主ご自身が私たち一人一人に語ってください聖霊様が私たちの霊の目を開き霊の耳を開き主ご自身をはっきりと見ることはできますように 主の御声をしっかりと聞くことはできますようにどうぞ助けてくださいまたこの下辺を十字架の影に隠してくださり主の通りを聞くだとして用いてくださり主の栄光だけを表してください一切を見てにうだねイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンえ、今日は神様を求める熱心というテーマです神様を求める熱心 ですね、私たちは、えー、好きなことに対してはいくらでもエネルギーを注ぐことができます、えー、私も子どもの頃ね、夏休み時間があった時なんかは、えー、家にあった漫画ですね、えー、30冊ぐらいそういうふうなシリーズがあったんですけども一日で読もうとわけのわからないところにエネルギー使ってましたけどねそうしてやっぱり読めちゃうんですよね好きなことだったらね一日かけて読んじゃうことができます。 あっっというう間間に時間が経っちゃうんですよねしかし逆にです、ね、嫌いなこと嫌いなことまたあまり関心のないことをするときはどうでしょうかついつい余計なことが頭をよぎりますですね、えー、授業中に他のことをぼーっと考えたりすることもよくありました本当に集中できないそしてまたね時間が経つのが遅いなって感じますね もしかして、礼拝中に時間が経つの遅いなと思ってらっしゃる方いるかもしれませんね。このようにですね、神様に対する私たちの心はどうなっているのかなというのを、今日ね、もう一度考えたいなと思っています。どれほど熱心になっているかなということですね。神様の御心、えー、つまりですね、神様を礼拝するときですとか、また、隣人に対して愛のある行いをするとき。 しようとしているとき、そんなときに余計な思いが邪魔をするようなことはないでしょうか。今日は、み、えー、言葉を通して、熱心に神様を求めることの大切さを学ばせていただきたいと願っています。では、聖書、もう一度読みいたします。コリント・ビットへの手紙、第2 7章、10節から16節ですが、まず10から12節。 十節から十二節を拝読いたします。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。 また弁明憤り恐れ慕う心熱意を起こさせ処罰を断行させたことでしょうあの問題についてあなた方は自分たちが全ての点で潔白であることを証明したのですですから私はあなた方に手紙を書きましたがそれは悪を行った人のためでもなくその被害者のためでもなくて私たちに対する あなた方の熱心が神の見前に明らかにされるためであったのです。はい、以上です。コリントの教会では不貧行を行うものもあって本当に大きな混乱がありました。パウロはコリントの信徒が罪を犯しているということを手紙やまた実際に会ったときに指摘して。 しめましたその結果、えー、やはり罪を指摘された人たちというのは悲しむんですよね。注意されるとやはり悲しいですよね学校でもそうですね。あの特に低学年の子どもたちはね先生に注意されたら泣い,泣いちゃう子どもたちも結構いますけどもやはり自分が悪いことをしていたそれが分かっていても人から指摘されると注意を受けると やはり悲し,悲しいもんだんですね。このコリントの教会でも多くの人が罪を犯していた、それに対してパウロが指摘し、戒めたことによって、教会の中で悲しみがありました。ですが、コリントの人たちはただ悲しんだだけではなかったんですね。心から自分たちが犯していた罪を悔い改めました。悔いい改めるっていうのは ただ悔やんで悲しむだけではなくてその後考え方をしっかりと変えるということです考え方を変える体の向きを変える方向を変えるんですね今まで罪の方に自分の考えが向いていたそれを神様の方に自分の考えを向けた思いを向けたそれが悔い改めですただ悲しむだけではなくて自分の考え方 またた態度,を180度神様の方に向き直ったんですねパウロは彼らの悲しみそれが神様の見心に沿った悲しみであったということを教えます決して神様は苦しめようと思って彼らを悲しませたわけではないあなた方が悲しむことは良いことなのだということを神様は計画しておられそのように導かれたんだ 悲しみをを与ええられたんだとといいうことを教えています神様は彼らが心から罪を悔やんで熱心に立ち返るのをご覧になられましたそして彼らの罪を許し二度と同じ過ちを犯すことはないように救いの道をはっきりと示してくださったんですね私たちもそうなんですが 失敗をしていない人は一度失敗するとどうしていいかわからなくなっちゃいますしかし一度失敗を経験していると大きな困難を経験しているとそれを乗り越えた後、立ち返った後、二度と同じ過ちを犯すことはありませんコリントの人たちもそうでした確かに罪は悪いことです罪を犯すということは悪いことです しかしその罪を悔い改めて愛によって神様の愛によって許された人は神様の御心それをしっかりと知り熱心に神様を愛するようになりますイエス様もおっしゃいましたね多くの罪を許された者がより多く主を愛するようになるんですと そのように教えてくださいましたそのようにコリントの人たちも大きな過ちを犯していたけれどもそれを悲しみ熱心に食い改めたそれによってさらに神様を熱心に死い求めるものへと変えられていったんですね、えー、コリントの人たちが悲しんだこれが神様の御心に沿ったことだということ これはパウロにはしっかりと分かっていましたもしかしたらコリントの人たちは分からなかったかもしれませんがパウロにはちゃんと分かったんですねなぜかというと彼らの変化からそれが読み取れたからです熱心に神様を愛しより頼むようになったということまた何が正しいことなのかちゃんと学んで 弁明したということ、罪に対して憤ったということ、神様が罪に対して下される裁き、その恐ろしさをしっかりと覚えて恐れおののいたということ、熱心に主イエス・キリストをしたい、また主の御言葉をしたい、そして主の御言葉を教えてくれた パウロを慕うようになったということこのような変化によって彼らは罪に対して正しい処罰を断行して自分たちが全ての点で潔白であることを証明しましたこのような大きな変化があったからこそパウロは彼らの悲しみは神様の御心に沿ったものでありそして彼らはその悲しみを通し 悔い改め大きく成長することができたんだと教えていますまた戒、えー、め厳しい戒めというのは私たち嫌なんですけども普通でしたら戒めは罪を犯した人だけに与えられるものですそうですね、えー、クラスの中で一人悪いことをしていたと。 そしてクラス全員が連帯責任だって怒られることたまにありますけれどもそれはもう非常に困ったもんですけれどもですがそれも時として良いことがあるんだなということはここで教えられますね。パウロはそのようにして罪を犯している人たち彼らだけに戒めたんではなくて教会全体にあてて手紙を書き送りそして 悔い改めるように戒めるようにそして彼ら自身で何が罪であり何をすべきなのかどのように処罰すべきなのかということを教え彼ら自身で解決させるようにしましたどうして全員に何が罪なのかということを考えさせたのかそれは教会がキリストの体だからですね そして信徒一人一人はその体の部分だからです。体の一部分が傷んだならば体全身が痛みます。そのように兄弟姉妹の一人が罪を犯したなら教会全体が影響を受けます。そのためパウロは信徒全員が心を一つにして 問題を解決することによって一人一人が神様に熱心により頼むようになることを願って手紙を書き送ったんだそのように教えているんですね。節節から16節をお読みいたしますこういうわけですから私たちは慰めを受けました。 この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方すべてによって安らぎを与えられたからです。私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。というのは私たちがあなた方に語ったことがすべて真実であったように、 ヘトスに対して誇ったことも真実となったからです。彼はあなた方がみなよく言うことを聞き、恐れおののいて自分を迎えてくれたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めています。私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいます。はい、以上です。 パウロはコリントの兄弟姉妹が問題を解決することを通して神様に対して熱心により頼むことをそのことを願って手紙を書いたんですが彼らがパウロの願い通り罪を悔い改めて処罰を断行するのかということに関しては依然として心配がありました。もう心配で心配配でで、 えー、手紙をテトスに託して、えー、コリントへ届けさせたんですけども、えー、結果が心配早く結果を知りたいと思ってエペソからテトスを使わせた手紙を書き送ったそしてテトスの返事を早く聞きたいそう思って迎えに出るほど心配だったんですね。 トロアスまで行って会えなくてさらにマケドニアに渡ってやっと会えてそれぐらい心配していたんですが、えー、もしかしたらもしかしたら結構厳しい手紙を書いたので彼らは悲しみに沈んでしまうんじゃないかなという不安も若干あったんですね。しかしパウロはテトスに会うことができて。 そしてテトスからコリントの様子を聞いて慰めを受けることができましたコリントの信徒が罪を悔い改めたという知らせを聞いたんですね手紙を読みそして自分たちの罪を悔い改めましたそして罪を犯していた人に対して処罰を行いましたもう一度みんなが心を一つにして立ち直ろうとしていますということを聞いて慰めを受けた わけですまたそれだけではないんですね。パウロはテトスをコリントに使わす時にコリントの兄弟姉妹についてやはりどういうところなのかどういう人がいるのかということをね話をしていました、えー。コリントは問題があるので、えー、手紙を書いてテトスに託したんですけれどもそのようなところですから普通 普通だったらコリントの教会行ってもらうけど気をつけてねあそこには誰それさんっていう結構わがままな人がいるから結構きつい人がいるから気をつけてねそんなことを言うかもしれませんね問題が起こっているその当事者問題を起こしている当事者のことについてあらかじめ話すかもしれません。 ですがパウロは決してそのようなことは言わなかったようです。パウロはコリントの教会の兄弟姉妹というのはキリストの愛に満ちた立派な信徒たちですそのように誇っていたんですね。テトスがコリントに着いた時コリントの信徒がよく話を聞いてくれたということ。 またテトスをキリストの弟子として敬意を持って迎え入れたことそれをパウロはテトスの口から聞いたんですそれによってコリントの教会には依然として問題は残っているんですけれどもパウロは彼らに対して全幅の信頼をせることができるようになって喜びました私が あなた方のことを誇ったこれも真実となったこと私は喜びますそのようにパウラ喜んだんですね今日私たちが学びたいことは罪に対して悲しんだなら信徒には神様に対する熱心が起こるということですこの熱心なんですけども えー、他の訳を見ると「急ぎ」他の箇所ではねこの単語は「急ぎ」とかまた「勤勉」「真剣」というふうにも訳される言葉ですねですから熱心というのは、えー、主に気持ちのことを言ってるかなと思うんですが気持ちだけではなくて実際のの行動によく現れるものですその行動熱心であるならその行動は「 速やかに行われます皆さんも心当たりありますね熱心になっている時もうパパパッと動きますねしかし全然やる気のない時というのはダラ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 しちゃいますねまた一生懸命真剣になされますコリントの兄弟姉妹はそのような熱心さを持って神様を愛し互いに罪を処罰して 愛を持って、またテトスを迎え入れたんです。聖書もう一箇所開きます。ローマ人への手紙十二章十一節。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に使いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に使いなさい。ここでは熱心、それは。 先ほどのこのローマ人の手紙12章11節の勤勉と同じ言葉になっていますね。私たちが神様に作られたものということまた神様が私たちを滅びから救ってくださったお方であるということこのことを知ると神様を礼拝すること主に仕えることこれは当然のことであると多くの人は理解してくださると思います。 しかし、どれほど熱心に、どれほど勤勉に主に仕えているかと言われると返答に困ってしまう方もいるのではないでしょうか。悪魔は私たちと天皇とお父様、父なる神様との間にさまざまな隔ての壁を作ろうとして誘惑を投げ込んできます。そして、 だんだんと神様と私たちの距離をつくってそして引き離そうとします引き離されていくと私たちは自分が愛されていること高価で尊いうものであるということすらもだんだん疑うようになりますそして悪魔は私たちは無価値なもの価値のない塵だ罪人だ 生きていても仕方のないものだそのように私たちを滅びへと誘いますですからそのような誘惑が入り込まないようにしなければならないわけですそのために私たちも勤勉にまた霊に燃えて主に仕えてまいりましょう主に対して熱心に仕えるなら神様がお喜びになるだけでなくて 人に対しても神様の愛を示すことができ多くの人の喜びとなってまいります。お祈りいたします。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。天の父様、あなたの皆を賛美いたします。私たちはあなたに命を与えられた者、また滅びから救っていただいた者です。 しかし私たちはそのような大きな恵みを当たり前のように感じてしまい時としてあなたに対して熱心を失いまた勤勉さを失いまた例の燃えるそのような心を失って他のものに他のものを第一としてしまって悪魔につけ入る隙を与えてしまうことがあることをもう一度教えられましたそしてそのような隙があったならば 私たちは神様から神様の愛からも引き離されてだんだんと自分のなすべきことを見失ってしまうそのような危険があることをもう一度教えられましたそして今もう一度勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさいと見言葉をくださりありがとうございますコリントの人たちも罪を犯していたものでしたけれどもその戒めを受けて 愛の戒めを受けて、心から悔い改めて、立ち直り、そして立派な信徒へと成長していった、そのような姿を私たちも教えられました。もう一度私たちも熱心に主に仕えることを得させてください。主により頼むことを得させてください。私たち今困難の中にありますけれども、どうぞ一人一人の心の悩みをあなたは知ってくださり、もう一度あなたに、 熱心に立ち返る一人一人をあなたが支え、憐れんで、上イエの力を与え、導きを与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、今日の御言葉の恵みをありがとうございます。尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。では、しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。